どうも、レウンゲーム TV です。今回は検証企画、動物の森のキャラの身長はいくつなのか。アツモリには様々な種類の家具がありますが、20インチのテレビや 6.2 インチ画面のスイッチなど、画面の正確なサイズが判明しているものがいくつかあります。そこでこれらの家具とキャラを並べれば正確な身長が導き出せるのではないか。ということで、まずは20インチのテレビで検証。20インチテレビの画面の高さは 24.89cm です。そしてテレビの画面の高さがちょうど後ろのタイルの2マス分になっており、主人公の身長がその3倍の6マス分くらいなので、この比率を元に計算してみると主人公の身長は約 74.67cm ということに。思ったより小さい。ちなみに 74cm というと1歳くらいの子供と同じ身長です。小さすぎる。あまりに小さすぎるので念のためスイッチでも検証。スイッチの画面サイズ 6.2 インチの縦の大きさは約 7.7 センチくらいです。そしてスイッチの画面の高さがちょうど後ろのタイルの1マス分なので、さっきと同じ要領で計算してみると、主人公の身長は 46.2 センチ。さっきより縮んどる。ちなみに46センチというと生まれた直後の赤ちゃんと同じ身長ということになります。生後間もない赤ちゃんが無人島で一人暮らししたり島の工事をしているのはさすがにおかしい。アツモリに登場するテレビやゲームの画面はそもそも家具によってサイズがバラバラで、身長の考察には不向きだったようです。そこで身長の考察に最も適しているであろう家具を発見。それがこの身長計。一般的な身長計は大体のものが約2メートル前後まで測れるものになっています。そこでこの身長計の一番上が2メートルだと仮定すると、身長計が後ろのタイルの8マス分で主人公の身長が6マス分なので、単純計算で主人公の身長は150センチくらいということに。今までの結果の中で一番しっくりくる。ちなみに主人公が150センチだとすると、豆粒の2人は100センチくらい、タヌキチは140センチくらい、フータ君はタヌキチより少し低いので130センチくらい、パニーは主人公より若干高いので155センチくらい、トタケケは主人公とほぼ同じなので152センチくらい、しずえさんは160センチくらいでした。以上、動物の森キャラの身長考察企画でした。